あなたが道に迷うのはゴールまでの道のりをイメージできていないからということで、シャドウコリドー2を攻略できずに困っている皆さん、こんにちは、チーガーです。今作のシャドウコリドー2、難易度が非常に高くて、クリアできない、自力でできないっていう人がとても多いように見えるので、今回から攻略動画を上げていこうと思っています。で、今回は第1弾、シャドウコリドーで道に迷わずにゴールまで行く方法ということで、結論はさっき言ったんですけど、ゴールまでの道のりをイメージできてないんですね。で、シャドウコリドーって、基本的にはランダムマップなんですけど、大枠というものはあるので、その構造さえ理解できてしまえばあまり道に迷うことはないと思います。ということで、今からそれを説明していきましょう。で、現実世界でもそうなんだけど、まず一番最初にどこか目的地を設定した時に、あらかじめね、どういうルートで行くかっていうのをね、決めておく必要があるんですよね。まあカーナビとかでもそうですよね。車のカーナビでここまで行きますって言われた時に、道をこうやってね、こうやって行くと行きますみたいな。ただそれをやるにはまず地図が必要ですよね。なので、まずはそのシャドウコリドーの地図を頭に入れましょう。いやいや、チーターさん、そんな地図なんていきなり頭に入るわけないじゃないですかって人、大丈夫です。シャドウコリドーの大枠で見た時の地図っていうのは意外とシンプルな形してます。具体的に言うと、縦横が初級なら 3×3、中級なら 4×4、上級なら 5×5 みたいな感じの正方形で区切られたエリア分けになっています。まあ、この画像でね、ちょっと今から 5×5 の画像を見せるんですけど、だいたいこんな感じです。そしてこの各エリアに一つ勾玉が存在しています。まあ、エリアについてはもうちょい後で説明するんですけど、今回ね、5×5 のマップでちょっと説明していくんですけれど、前だいたいこんな感じになってますよと。じゃあ、まず、スタートどこなのって思いますよね。まあ、スタートの位置はもう大体決まっていて、スタートっていうのは一番下、この画像でいうところの一番下のど真ん中の下にニョキって生えてる形で存在しています。で、次にゴール。ゴールなんですけど、これはね、シャドウコリドー1の時と違って、ゴールはね、ちょっとランダムなんですけど、位置が。ランダムとはいえ、規則があります。っていうのも、ゴールは一番上、この画像でいうところの一番上のエリア、一番上にあるエリアのどこかにニョキッと生えてる。こんな感じで、ニョキッて生えるようにして存在していますと。なので今画像で見てるところだと、1、2、3、4、5、この5個のうちのどこかがゴール手前のエリアっていう感じになっています。だって次に、エリアってまず、そもそもランダムマップなのにどうやって見極めるのって話ですよね。その 5×5 区切ってるとは言われても、どこが区切られてるポイントなのかわからない人もいると思うんですけど、これ案外簡単で、まあ、例として異界の学び屋、異界の学者、まあ学び屋学者どっちもいいんですけど、を例に挙げてみると、なんかさ、みんなやってる人はもうわかると思うんだけど、渡り廊下みたいなところとか、階段みたいなところ、結構同じような場所って見るじゃないですか。そういった感じでエリアの分かれ目、つなぎ目の部分はもう決まった形が存在してるんです。で、そこを渡ったらエリアを移動したってことが分かるので、これでエリア移動については理解できたと思います。さて、これでまずはルートを作るための地図は手に入れることができました。次はルートを決めていきましょう。今この説明だけ受けた人は、じゃあスタートに行って上行って上行って上行ってって感じで、どんどんこのまままっすぐ行こうとする人がもしかしたらいるかもしれないんですけど、それはあまりおすすめできません。というか、絶対やめた方がいいです。まあ、少なくともクリアだけしたいっていう人にはおすすめできませんね。まあなんかもう RTA とか、まあそういう系の人だったらワンチャン。この真ん中突っ切るってのもありだと思うんですけど、あまりおすすめできません。まあ、その理由はですね、この僕の生放送とか見てくれてる人はよく聞く言葉だと思うんですけど、中央エリアっていうのと外周エリア、まあ角エリアとか僕よく言ってるんですけど、まあそういうエリアが存在しますと。で、それは何かというと、まあ、要はこの 5×5 の中の外側が外周で、外側に面してない内側が中央エリアですね。で、まあ今、さっき言った角エリアっていうのはこの四つ角のところですね。じゃあなんでこのどんどんまっすぐ上に行くのが良くないかっていうと、中央エリアを通るからなんですけど、ではなんで中央エリアを通るべきではないかというと、中央エリアって徘徊者に出会う確率が高いんですよね。中央エリアっていうのは、東西南北4方向からどこからでも入れるエリアなので、徘徊者もすんなり入ることができてしまうっていうことなんですよね。で、一方で外周の方を見てみると、
外周は4方向ではなくどこかの方角がから入ることができないので、徘徊者も中央エリアと比べると入ってきにくいですよね。もうなんなら角まで行っちゃうと2方向からしか入れないので、もっと出会いにくいと。なのでおすすめするルート取りっていうのは、まずスタートエリアから出て、まあスタートエリア、これまあ部分的にはまあスタートエリアからも通れるんで、まあ中央エリアみたいな感じなんですけど、まあここはまあスタートエリアから徘徊者が来ることがないので、まあ外周だと思っていただいて、まずこの外周、中央エリアから行くんじゃなくて、左、このマップで見た時の左か右どっちかから外周をぐるーって回る感じで行くのがおすすめですね。これまあ序盤の異界の学びや一番最初のステージとかだったら、まあ真ん中から突っ切る方法でもまあ全然クリアはできると思うんですけど、腕次第で。後半になってくるとね、ちょっと厄介な敵とかが増えてくる関係上、本当に身動き取れないっていう状況が出てくるぐらいになってしまうんで、やっぱもう急がば回れじゃないですけど、まあ、外周から行った方がむしろ早いっていうこともありますね。で、あと外周からこうやってぐるって回るメリットとしては、ゴールエリアを見逃さないんですよね。だってゴールは一番上、北の外周って呼ぶんですけど、この北の外周のどこかにニョキって生えてるんで、外周をぐるって回ることによっていつかはたどり着くんですよね。なのでそういう点でも効率がいいということになります。ということで、ここまで聞いていただければ、安全で迷わないルート取りっていうのが、理解できたと思います。一応しかし当然ね、これを見ている方、ルート分かったってその道どこ行けばいいか分かんねえよっていう、方角とか方向音痴だから俺分からねえよって方いると思います。っていうか、それがメインで見に来てくれた人多いと思います。このルート取りをするための、まあ、テクニックじゃないですけど、まあホラーゲーム実況者さん、結構もうシャドウコリドーをやり込んでる人とかは身につけてるテクニックがあるんですけど、それが聞き馴染みのある言葉かもしれないんですけど、北を常に感じろ、これです。これね、北を常に感じてください。はい、出たーって思ってる方いますよね。なんだよ北を感じるってって思ってる方いると思うんですけど、まあいわゆる北っていうのはこのマップの上、この画像でね、さっき言ったゴールがある方向を指してます。その方向を常に感じながら行くってことなんですけど、まあこれは確かにね、これぶっちゃけ言っちゃうと、この感覚、北を常に感じ続けながら、探索し続けるっていうのはとても難しいで、さっきり言って、まあ、ただシャドウコリドー、まあ一番最後まで本当にプレイしたいって方は、一番最初の異界の学び屋からもうずっと鍛えといた方がいいです。これは一応鍛えた方がいいんですけど、まあどうしてもできないっていう人ももちろんいると思います。しかし今回ね、このゲーム神すぎるんで、なんとその北を感じるっていう作業、なんとあるカルタを用いることによって勝手に北の位置が分かるようになります。そしてそのカルタがこちら、はい、異界の地図。これマジで過去にね、僕は YouTube ショートで上げたんですけど、マジで神カルタです。いや、これさえあれば、もちろんね、北の方向、これ、さっき言った通り、上、このミニマップに表示されている、この上の方が北なんですよ。なので、常に北を感じるっていうのは、このミニマップ見れば、どっちが北かっていうのは、一目瞭然ですよね。で、北の位置さえ分かってしまえば、ルート通りに行くには、これ左に行けばいいから、とか、いうのを、あらかじめ決めておいたルートを、もうこうやって簡単にね、たどることができるようになるんですよね。先ほど言ったルート取りを簡単にすることができます。で、もし仮にね、迷ってしまった場合でも、先ほど言ったように、ゴールは全部北の外周のどこかにあるんで、この地図の北の方に向かえば、おのずとゴールに近づきながら、マガタも回収するみたいなこともできるわけです。いや、マジで画期的。もう、迷わない方法はもう、ぶっちゃけ異界の地図をつけろ。これなんですよね。もうこれでももういいぐらい。ちょっと注意なんですけど、この方法穴がありまして、このルート取りの方法、それはランダムワープなんですよ。僕の生放送見てくれてる人とかは、知ってると思うんですけど、僕って、鏡嫌いなんですよ。鏡とか、あとトカゲの尻尾とか。それなぜかというと、ランダムワープさせられるからですね。
ランダムワープさせられると何かっていうと、あの自分のいる位置がわからなくなるんで、次どういうルートで行こうっていうのが立てるのめちゃくちゃ難しくなるんですよ。ランダムワープの悪い点、まあそれ以外にもあるんだけど、まあそれが理由の一つで、なるべくこの今言った外周を沿って歩いていくっていう作戦を立てる人は、ランダムワープはちょっと避けるべきかもしれないですね。ってことで、あの落とし穴マガタマとかあるじゃないですか。落とし穴に落ちてマガタマ拾うみたいな部屋、ああいうところも避けるべきですね。穴落ちた後ランダムワープせざるを得なくなっちゃうんでね。まあね、鍵部屋入るときはね、それが落とし穴部屋かどうかね、まあ異界の地図とか見てもらったらね、穴とかわかるんで、まあそこら辺を駆使してね、まあ落とし穴避けつつ、まあゴールまで行くにはね、例えば上級 5×5 のマップだとしたら、7マップ減ることになるんで、しかもこれはもうあくまでも一番最短で行けた場合なんで、まあ2個ぐらいは見逃してね、取れるので大丈夫だと思います。といった感じでね、今回は安全かつね、迷わないルート取りで、それはどうやってやっていくかっていうのを説明させていただきました。ということでね、まずはね、このルートをどうやっていくかっていうことを頭に、考えながらね、行くことをおすすめします。ということで、解説ね、一番最初、僕の一番初めてのね、解説動画だったんですけど、わかりやすかったって方はね、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。で、あとね、全然わからなかったとかね、言う方はね、どんどんコメントしてってください。随時ね、僕は返信していくんで、わからないことあったら全然聞いていてください。シャドウクリードね、ぜひね、実力でね、マジクリアしてってほしいんで、僕は、お役に立てたらなと思います。ということで、解説はね、私チーターでお送りさせていただきました。また次の解説もね、見てくれるとありがたいと思います。ということで、さよなら。